皆さんこんにちは、タッシーアンダーサーギャバンです。早速ですね、何のオープニングムービーもなく始まったんでちょっとびっくりしちゃったんですけども、今回はですね、エヴァンゲリオンの PS1 のゲームですね、ネオンジェネシスエヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンドというゲームを、やっていきたいと思います。これ何年前に買ったんだったかな、もう全然忘れちゃいましたけれども、買って一周遊んでも遊んでませんでした。おっ、喋んねえな、喋んねえな。テンポが若干遅いな。お、使徒が出ましたかね。サキエルか。なんか昔のパソコンゲームって感じですね。アニメーションあんまり動かず、紙芝居チック。なんで？なんで非常事態宣言が発令されないのよ。本当にこの国ってとろいんだから。まあ、表の使徒？もう、シンジもミサトもどこをつけ歩いてんのよ。僕はいるよ。おい、頭隠して死隠さずって。ブコフ。あれ？ミレレッいちいちなんか微妙に展開が、処理が遅いんだよな。ああ、なかなかいい感じのライトな始まりでしたね。鋼鉄のガールフレンド。今のがまあ、オープニングムービーってことじゃないけど、でもまあ、声が入ってるだけでだいぶね、うん。グーテンモーゲン。ああ、懐かしいな。おまわりさんに怒られるよ。Their baby is the fallen。こんなに明確な物理的証拠がありながら、謎の移動物体とは。この国の治安はどうなってるのでしょうか。遅刻するから先行く。ほら優等生、どこ行くのよ。アスカも早く行くよ。もちょっと待ちなさい、シンジってば。うん、これ実況しにくいゲームだな。じゃんけんして負けた人が次の電柱まで荷物持ちね。平和だな。初期の出し方の手がな、なんかお上品なんだよな。シンジ君すげえな。頭に物を乗せるバランス感覚。怖いんでしょあんた。友達作るの下手だもんね。あのピンク色の袋に書いてあるキャラはピカチュウのパチモンなのか。レイもちょっと口元笑ってたな今。勝手に進んでいくな。なんかもうちょっと選択肢がどうのこうのみたいなゲームだと思ったんだけど。よし、オッケーすけ。昨日の夜の爆発事件見たか。感動もんだったよな。うん。おお、ついに来ましたね。ようやくですよ。いや、エヴァはね、僕が中学ぐらい、そうですね、僕中1か中2の時初めて知ったのかな。うん、全然その時そのテレビでやってるっていうのは知らなくて、漫画もあって、で友達に漫画を見せられて初めてその存在を知ったんですけど、その時はもう全然何のこっちゃよく分かんなかったんで、中学
そうですね、中学後半ぐらいからかな。漫画読んだりしてほーって感じでしたかね。見てみましょう。見る。下駄箱はなんだかカビ臭い。話す。健介。ビューン、バリ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 、ビーン、ちっちゃーん。楽しそうだね。さあ移動しますか。廊下、今多分、今廊下にいるの。テニスコート裏。すまんな転校生。違うか。はい。あ、みんなで移動してるのこの感じ。僕は運動が好きじゃない。誰かいんの？誰もいない。移動を。廊下が正解だったのかな。教室へ行くのよ。はいはい。いや教室が出なかったんだよ選択肢で。廊下に先に行くのかな。移動で廊下見る。早くしないと遅刻だ。話す。誰もいない。おお一気に行けるね。適当に行く。いやまあでも行ってもな。教室行こう。まあ言うて一本道だったと思うんですよ。あんまりバッドエンドとかはなかったんじゃないかな。当時が出てこないですね。お、この感じこの感じ。お、霧島マナです。よろしくお願いします。よろしゅう。なんで受けんねん。霧島さんの席は、お、大君の横の席へ座ってください。やったぜ新人。イタリ君、かわいい。よろしくね、イタリ君。ヒューヒュー。左後ろのアスカの絵がいいっすね。この辺は自動で進んじゃうのか。これ1本分の OVA というかアニメにしてくれれば 2,30 分で終わんじゃねえかなこのゲーム。担任の先生が優しそうな人で私安心しちゃった。よかったらイカイ君の下の名前教えて。シンジ。イカイ、シンジ。シンジ君ね。本日、私霧島マナはシンジ君のために午前6時に起きてこの制服を着てまいりました。どう？似合うかしら。うん。ねえ、この格好って屋上出られるの？うん、まあ。私、シンジ君と一緒に眺めたいな。女の子なら誰でもいいって感じね。あ、何やすか。なんかよ、来た早々ファーストネームで呼ばれるなんて幼馴染かしら。または話があってなってだ。シンジ君、屋上行こう。うん。なるほどね、あんなストレートな子が来ちゃうとアスカとしても肩なしってわけですね。おお。あ、こんな感じの立地なんだ。第三新東京市、別名首都専用迎撃要塞都市って呼ばれてるんだ。違う。え？山よ。山？ビルの向こうの山、緑が残ってる風景なんてゆっくり見たことなかったよ。少しで咲いてたばっかりだ。エヴァのパイロットだもんね。バレてる。知ってるの？褒めてくれる？そうだね。別に、ね、自分が生き残った人間なのに何もできないのが悲しい。羨ましいのよ、シンジ君が。おお。そう。見て。シンジ君つけてあげるの。え、あ、それ
お、出撃か。ネルフ本部に行くなよ。もう霧島さん、はい、失礼ですけど、私たち大事な仕事がございますよ。あ、アスカさん、外で待っててよ。邪魔して悪うござんしたね。モテるね、うん、展開がとろいんだよな。あと実況入れづらいぞ。おーおーおお、そのまま行っちゃうんだ。まあ霧島さんはどうなんだろう、エヴァのことを知ってるから新しいパイロットもしくは使徒の可能性もありますね。しちゃってさ、いいわよね、モテる人は。まあね、一人で歌ばっか聞いてないで人の話聞きなさいよね。これ歌なんだっけ、新宿の。うわっ、僕の僕の、あらうちだゆき、霧島って子もいやらしいわね。そもそも男にちょっかい出してさ。こんにちは。あ、やっぱりエヴァのパイロットか。来ちゃった。だって授業は、学校退屈なんだもん。私もネルフェ連れてって。まあ声がな、綾波レイに似てるからな、ついてっちゃダメでしょ。まあでもパイロットなんだろうな。お、ここは、あ、アニメーションじゃねえや。お先にじゃなくて、入ろ。霧島さん、ダメなんだ、ここは ID カードがないと入れないから。そうすれば通れるんじゃない。ギュッ。あ、これで一人分でしょ。うん、でもネルフの人以外は。シンジ君優しい。ほわ、やばいぞ、これは使徒だろ。入っちゃったの？俺？見る。ネルフの ID を持ってるものしか入れないけれど、ていうかこれ閉じてない？話せない。ほう、ちょっと待てよ、移動する前に。ですね、今回はエヴァンゲリオンのですね、PS1 のアドベンチャーゲーム、鋼鉄のガールフレンド、今冒頭を見ていただきました。ちょっとここで切りまして、音量ボリュームとかちょっと確認したいと、思います。まあ、非常にPS1 だということもありまして、多分今の流れも5分ぐらいでまとめられると思うんですけど、結構一場面一場面のですね、処理がとろい感じで、声はねまさにいい感じなんですけど、基本的に演出は紙芝居ってことなんで。でも古き良きね、新劇場版以前の、旧エヴァの雰囲気を味わえるサイドストーリーということで、ぜひ興味持った方は引き続き見ていただければ幸いです。私はダンサーキャバンでした。ありがとうございました。アレルー。